と共にある。はい、皆さんこんにちは、オクタビアチャンネルです。はい、ゴールデンウィークね、終わっちゃいましたけどね、皆さんね、どう過ごされたでしょうか。まあ、僕はね、結構ね、ドタバタしていたというかね、まあ、10連休だったんですけどもね、まあ、なかなかね、バタバタしつつ、まあ、ちょっと体調崩したりなんかもしてね、はい、いろいろあったんですけども、まあね、スターウォーズの日がありまして、まあ、それに伴ってね、フォートナイトにもね、またね、半年ぶりぐらいですかね、まあ、前もね、ありましたけどね、また、スターウォーズ、いや違うか、1年ぶりになるのか、スターウォーズの日以来かな、わかんないんですけど、まあね、久しぶりにね、また来ましたということでね、早速やっていきたいんですけどもね、今回はね、前回スターウォーズ来た時ってあれなんですよね、まあルークのライトセーバーだったりとか、まあいろんなライトセーバーがあったんですけども、今回はね、奥にあそこ赤く光ってるところに、ダースベイダーがいて、ダースベイダーのライトセーバー1本しかありませんというところでね、はい、やっていきたいんですけど、まあね、ちょっとね、ライトセーバーね、取り行くのもちょっとめんどくさいんで、まあ、取りには行きたいんですけども、まずね、あそこのですね、基地がね、基地というか、まあ、駐屯地というかね、あるんですけど、そこにブラスターライフル取り行きたいと思います。でね、多分ね、前回の時ってね、過去にちょっと動画上げたと思うんですけども、各ね、スターウォーズのスキン持ってるんですけども、そのスキンによって、ストームトルーパーのね、反応が変わるんですよ。ダースベイダーの時って攻撃されなかったんですけども、今回ね、普通に攻撃されてしまうので、多分ね、会いに行っても。あ、そうです。撤退するんですよね、普通に。マジか。敵いるじゃん。よっしゃ。いや、誰かもう一人いるな。いや、違う。あれ、ストームトルーパーだよ。なんか、肉じゃなかった。肉というか、人じゃなかった。っていうわけでね、まあ、ちょっと今ドタバタしてあれでしたけど、そう、なんか多分今回ね、誰で行っても変わんないんじゃないかなっていうね、スキンアナキン、あ、まあアナキンは当然ダメなんですけども、多分ダースベイダーだと攻撃されなかった気がするんだよな、多分今回あんまそういうの関係ないのかなっていうところでね、はい、まあ、今回ねちょっとダースベイダーのスキンでやってるんですけども、まあね、やっぱね、このブラスターライフルはね、個人的にね、めちゃくちゃ好きなんで、もうなんか弾も無限ですし、まあ何より撃ってて気持ちいいっていうね、はい。いや、まあスターウォーズ好きなんで、はい。ね、ライトセーバーもね、まあいずれは取りに行きたいなと思ってるんですが、今回はね、他にもね、ちょっとね、ボウガン的なものがあるんですけど、ちょっと今ね、なかったです。あ、落ちてるかな？ちょっと探して、あれは。誰かいるぞ。はい。っていうわけでね、ちょっとね、ないかな、多分今ちょっとここにはボウガンらしきものがないですね。ブラスターライフルしかないか。お、あっちへ銃声があるんで、まあね、やっぱね、スイッチ、基本スイッチやってることが多くて、まあたまにというかね、PS5 でやればやるときもあるし、まあ PC でやるときもあったりね、まちまちなんですけどもね、まあやっぱなんか結構プレステ5、PC かな、やっぱ上手い人多いっすよね。まあ、これランクマッチじゃないんであれですけど。すみませんね、なんか横取りみたいになっちゃって。まあ、でも今回ね、ちょっとちゃんとやるからにはビクロイ取っていきたいと思って。これちょっとスコップついてない。まあ、そんなにね、上手くはないんですけど。やっぱね、ランク帯とかやるとめっちゃ上手い人いっぱいいますもんね。まあ、伸び伸びとやってるんですけどもね。はいはい。やっぱね、比較的スイッチがビクロ一番取りやすいのかなっていう感じはね、しますね。あとね、グラフィックが、なんか5とか PC ってめちゃくちゃ綺麗なんですけども、綺麗すぎるがゆえに、結構ちょっと見づらい時とかあって、その点ね、スイッチの方がなんか画面的にもすごく見やすいのかなっていうところありますね。おっと？そう。で、ブラスターライフルってちょっとね、弾がね、ばらけるんですよね。それがね、ちょっと難点かなっていうとこあって。ちょっとボウガンも拾えればいいんですけどね。ボウガンはね、結構、これゼロビルドしか僕やんないんですけども、まあ、ボウガンはね、正直どこなんだろうな。あれ強いのかな？一応チャージして、建築壊したりとかするのには最高にいいんですけど、今誰か撃ってきたよな。危ない危ない危ない。マジ危ない。どこ？いた。
お、これは、これは、これは。僕の好き、あ、違う、ハンドキャノンだ。ハンドキャノンはね、好きじゃない。はいはいはい。バナナ置いていこっか。よし。で、これ持って、はいはい。ちょっとあの人、捕まえ、仲間にしたいんで。あ、そうそう、車でちょっとお見せしたいんですけども、その前に、やばい、水落ちてたね、今。雇って、あのね、ちょっとね、正直どうなんだろう、水強すぎていらないんじゃないかなって。これがあるとブラスターライフルのね、意味もなくなっちゃうんですよね。ハデスの鎖はね、もうあってもなくてもいいかなっていう感じなんですけどね、これ。まあ、これはこれで、ね、すごくね、便利なんですけども、正直ね、あの水が強すぎて、まあ、これがあるとね、ブラスターライフル意味ねえじゃんって話になっちゃうんですよ。で、これね、一応スターウォーズスキンのあの、ジェットというか、噴射というか、これが、ライトセーバーなんですよね。これめっちゃ受けますよね、これ。っていうか、正直、ツルハシでライトセーバーが欲しいんですよね、多分。そう思ってる方はね、多いんじゃないでしょうか。誰かライトセーバー持ってきてくんないかな。お、列車が来た。おっと？誰かいるな、今。いた。よし。やっぱね、水ね、ちょっとね、また奥にもう一人いるよ。戦ってるのか。ちょっと遠くて見づらいけど。はい。やっぱね、ちょっとね、水はマジで反則だと思いますよ。で、あともう一人いたような気がするんだけど。いないか。ん？味方がびっくりした。足音が。なんかすごいアイテムがいっぱい落ちてますね。はいはいはい。フレンジじゃない。フレンジ欲しいんだけど。ああ、これでもまあいっちゃいいか。あ、フレンジおった。いや、僕みたいにね、エイムが苦手な人はマジでフレンジが。お、羽まで落ちてる。あ、これね。ウキのボキャスターね、これ。これね、まあ、当てるとでも強いんですよね、これ多分。見た目の迫力はめちゃくちゃいいっすよね。どうしようかな。まあ、こんな感じでもう装備が整っちゃったみたいな感じなんですよね。もう羽さえあればね、どこでも行けるんで、もう乗り物も必要ね、なくなってしまうぐらいに。お、ブラスターライフルの音がする。ブラスターライフル、もうスターウォーズですよね、これも。え？どこで戦ってる？なんかもっとね、やっぱ前みたいにライトセーバーとかブラスターライフルが飛び交う戦場が見たいんで、まあ、ちょっとスターウォーズね、好きじゃない方には申し訳ないんですけど。ちょっと行こう。ん？どこにいる？あ、いた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 。で、下にもいるのか、これ。
いやー、ライトセーバー使いたくなってきたな、やっぱ。ていうか、またね、ルークの二段ジャンプとかさ、まあ、前回いろいろあったんですけど、ね。スキンもね、結構ね、いろいろ持ってるんですけどもね、やっぱカイロレンとかお気に入りなんですよね。で、多分、ダース・ベイダーはバトルパスだったような気がするんで、これだけ多分ショップに並ばないのかなっていうところで、はい。お、物資があそこに落ちてくのを見てしまった。でもね、個人的に最近めちゃくちゃハマってるのバンカーなんですよね。バンカーが開いた時、敵が中に入って、なんかそれを上から詰めるのがめちゃくちゃ面白くて、ついついこういたずら心でね、上から車で突っ込んでみたりとかしてみちゃうタイプなんで、なんか面白いんですよね。やばい、ダメージ食らうか。うえ。ちょっと回復回復。どうせなんか近くに落ちてるでしょっていう。なんなら焚き火しなくても済んだ。物資があるんで取り行こうかなっていうところで、まあ正直ね、これ以上もういい武器ないんじゃないかって思うんですけどもね、誰かいるかもしれないし。ちょうどね、車もあったし。あ、なんか誰かを倒して戦った跡が。どこだ？いないな。あ、いた。いた、いた。はい、スコープ覗きたいけど、スコープ武器がない。マジでこれ意外と音がうるさいっていう。しゃ、ん？どこにいる？島だ。ここにいると撃たれそうだな。いなくなっちゃったかな。このね、沼地はね、移動が早いですからね。そっか。おー、ひっくり返った。バンカー開かないかな。お、あれは水か？お、水ばっかじゃない？なんでこんな水が落ちてんだ？今水しか余ってないもんね、多分。水。すごい水がいっぱい落ちてます。でもね、水はマジでね、もうそろそろなくなってもいいかなとは正直思いますね。もっとね、ブラスターライフルが飛び交う世界を見たい。あれは？誰かいないかな。あ、もったいね、使っちゃった。うん、誰もいないっぽいですね。あ、でもなんかメダル持ちが奥にいる。これは倒しに行くべきか。多分それでやら、あ、バンカー。それで多分ね、やられるっていうオチなんですよ。だが、あえて戦いを挑みに行くスタイル。どこだ？あ、いた。あ、逃げた。
すごいな、これやっぱね、この丸見えなんですよね。おお、危ない、スナイパーだ、狙い当てられた、うまい、えーし、あれしかもなんか追いかけてきてない、気のせいか、よしよしよし、うまいな今の人、スナイパーめっちゃ出てきたもん。お、なんかめっちゃ車の音するけど、来た？さっきの人とは絶対違う人だと思う。あ、でもメダルの位置動いてる。あ、やばい、車盗まれた。乗ろうと思ってたのに。マイカーが。あ。あ、よくよく考えたら羽があるじゃんっていう。車なくても別に飛べるんだった。てかね、もう意外とね、本当にライトセーバー持ってる人いないんですよね。まあ、1本しかないんで、その人が倒されてしまうときっとどこかに落ちているんだろうっていう。やっぱ初動で取り行くしかないか。次あるときはね、ライトセーバー取り行こう。アナキンスキン、アナキンスカイウォーカースキンがね、一番好きなんで。あ、イエイ、マックス。この移動が実は一番快適だったりする。お、誰かいる？あ、上で戦ってる。やっぱね、スコープ武器欲しいな、1個ぐらい。なんか水でいいじゃんってなっちゃうんだけど、それは水が強すぎるせいなんですよね。おっと、どこだ、はい、的確に当ててきそうだな。よく見たらもう6人なんで、このレベルまで来るとさすがにね、もうちょっと多分結構上手い人たちが揃ってきてるんで、ちょっと真面目にやらない、真面目っていうか慎重にやった方がいいかもしれない。まあ動き回ってるとね。おっと、お、どっから撃ってきてる。あ、いた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 、こちらライト、間違えた。やっぱね、水がね、ちょっとおかしいんですよ、威力が。どう考えても。やった、これ、来たな。ちょっと待った。ハネマンがいる、ハネマンが。あ、危ねえ、やべ、落ちた、しかも。危ねえ。ちょっと待って、マジで危なかった、今の。あそこの裏にも誰かいるし、あと一撃食らったら間違いなく死にますっていうところで、なんとかここ、よっしゃー、うおー、危ねえ、マジで。お、頑張って戦ってくれ。回復ない、回復。
びっくりした。ちょっと待って、びっくりした。うお、心臓止まるかと思ったもん。ねえ、ちょっとさ、ほんとどこ行っても敵いるんだけど、怖すぎ。ちょっと飛び出してんとこ。うおー、マジでホラーゲームよりびっくりした今の。これちょっときついかもしれない、ビクロイ。しかもね、あと4人なんですよ、よく見たら。あそこに隠れているとは。なんか羽落ちてきてない、今羽アイコン出てたよ今。やば、マジやば、ストームに殺される。あっと、あれやった、マジ最高じゃん、イエーイ。これで全回復、よっしゃ。ちょっとこれでさ、あと草むらにでも隠れてよ。木の上もいいかもね。あと3人。あ、ちょっと待って待って待って、だが敵の位置が見える分有利なのでは。お前はさ、ちょっと隠れててくんない、どっかに。間違えた、間違えた。これバレるかな。どこにいる。よし、いや、このね、瞬間がね、一番緊張しますよね。ちょっと行ってきなさい。やばい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 、絶対やばいこれ。カモンカモン、急げ。あいつ、こいついてきてないな。この中にいるんじゃない誰か。来た！よっしゃー。大体ね、こういうとこいるよね。メザルめっちゃ持ってるこの人。やば、ちょっと急ぎすぎて。で、あと2人じゃん、ここにいいんじゃない。お、やばい。だが来てるのが、やばい、間違えた。あー、くそー、惜しい。武器の選択を間違えた。いや、今絶対勝てたよね今の。もったいね。いや、悔しいな。これもう一発撮りなんで。いや、悔しいけど、なんか面白かったんで OK です。はい、ということで動画終了します。